はい、じゃあまた少しストーリーを進めますけど、ちょっとね、今目的地がセレナになってんだけど、セレナの目の前で一つサブストーリーが発生してるんですよ。だからこれもしかしたら近づいただけで強制的に始まっちゃうやつかも。あ、始まりましたね言ってるそばから始まりましたけど、これは避けては通れないサブストーリーだな。すまへんが、ここはどこなんやろか。サブストーリー、白蓮氏との出会い。ああー、白バーだこの人。あ、知ってる知ってるこの人。あ、すいませんね、一人で興奮しちゃっていやこれプレステ2版にも出てきたキャラで、結構印象的なキャラなんでちょっと覚えてんだけど、キリュウさんのもう一人の師匠になる人ですね。ここはカムロ町の天海地通りのあたりだ。道聞かれたんだな。あ、ここが天海地通りやったんか。ありがとな。いや、いや、気にするな。じゃあな。いや、マジでこの人、小牧さんにも引けを取らない達人だからね。あ、ちょい待ち。お、なんだ兄ちゃん、メールとかやっとるか。よかったらメアド交換せえへん。あれ、ナンパされてる？もしかして。メール？なんだいきなり。実はこの年になって初めて東京に来たんやが、どこがどこやかさっぱりわからなくてな。このままやとまた迷子になりそうで不安なんじゃよ。都会の砂漠の中で生き倒れるかもしれん。そんな大げさな。せやからもしもん時は道を教えてほしいんや。兄ちゃんこの町詳しそうやし。な、ええじゃろ。年寄りを助けると思って、別に兄ちゃんのメアドをばらまいたりせんから、そんな心配はしてないけどね。別に。老婆を助けると思ってな。いつかいいこともあるかもしれへんで。うん、なんかね、武器の扱いとかを教えてくれるんじゃなかったっけな。どういう人物像だったっけな、この人自身は。たく仕方ねえな。悪用すんじゃねえぞ。まあ悪用の仕方もわかんないと思うけど。わかっとるわかっとる。ほう。キリュウ、カズマ言うんか？ああ。わしは、シロちゃんや。そう、シロバー。近所の子供からはシロバーなんて呼ばれたりもするで。ふん、そうか。まあよろしくな。よろしく、カズちゃん。カズちゃん。カズちゃん？あんたのことや。これからはカズちゃんって呼ばせてもらうわ。それにしても、あ、いい男か？ん？あんたずいぶん腕っぷし良さそうやな。その筋肉でブイブイ言わせとる口じゃろ。ブイブイ言わせるつもりはあんまないはずなんだけどな、キリュウさんは。絡まれるからさ、なぜか。やっぱりか、そうやると思ったわ。せやカズちゃん、もう一つ頼まれてくれんか。なんだ？頼み？わしな、東京観光のためにはるばる大阪から来とるんやけどな。大阪からずっとストーキングされとるんや。あ、なんか追われてる身なんだっけ。ストーキングだと。せや、あんまり顔動かさんとあっちの方見てみ。もう明らかに仇じゃない。ばあさん、あんた何やらかしたんだ。わしは何もしとらんで、まあ多少は覚えあるんやけどな。でな、今にも襲いかかってきそうな連中からわしを守ってほしいんよ。守る必要ないだろ、あんたは。この時点で桐生さんよりも強い可能性すらあるからね。守るって、小牧さん並みに強いから。あれは早速来よった。頼んだで、カズちゃん。ウェイウェイ。ウェイウェイってなんだ。ちょっと兄さん、そこの人引き渡してくれませんか。お前らに渡したら、このばあさんはどうなるんだ。さあ、ひき肉にするのと違いますか。結局殺すのか。それなら渡すわけにはいかねえな。そうですか。では腕ずくでいきますよ。ウェイウェイウェイ。中国マフィア。ああー、そうだ、中国マフィア。そうだ、なんかこの人のバックボーン、あらら、龍が如く1に出てきたキャラクターとちょっと関係あるんだよな。だからおお、かっこいい動きしてる。白バー、ちょっと一人白バーに任せてみようかな。うわ、かっけえ動き。なんか連携技とかないかな、白バーとの。なんかあるでしょ、連携技。勝手にやっちゃったないのかな、白バーとの連携。まさかあんたは白ひー、あ、白蓮氏って読むんだっけ、あの白蓮氏ってやつ。
何その逃げ出すまでの間。ヒーって言ってからの。怪我はないか？大丈夫や、かすり傷一つあらへんででしょうね。ありがとな、カズちゃん。ばあさん、あんた一体。わしは昔から妙な男に好かれるんよ。イケメン以外お断りなんやがな。はっはっは。せやけどあいつらはまだ来るかもしれんな。また恐れそうになったら助けてくれるか。いらないでしょ、助け。強いんだから。たく仕方ねえな。危なくなったら連絡しろよ。さすがカズちゃんや。ほな、これからこの町観光してくるさかい。ちゃんとメールチェックしてな。ああ。あ、ここでは一旦別れるんだっけ、これで。で、なんかたびたびメールで呼び出されるみたいな感じか。それでなんか技を教えてもらったり、うん、していく感じなのかな。俺もうろ覚えだけど。で、そうそう、この裏路地がセレナだから、もうセレナ行こうとしたら絶対に始まるサブストーリーなんだね。で、ん？あ、これロッカーキーウォッチャーだ。なんかね、動画撮ってない間にロッカーキーウォッチャーっていうアイテム手に入れたんだけど、これだな、光ってるわ。もうコインロッカーの鍵近くにあると音を鳴らしてくれんのね。便利だわ。で、セレナで佐山と伊達さんと河原さんが待ってんだよな。ストーリーどういう感じだったかな。なんかバーで襲われたんだよな、マスターに。ああ、帰ってきたか。戦国組のやつに。やはり裏で糸引いてたのは。金で釣られてさ。オウミの誰かだったの？ああ、戦国だ。うん。マスターたちは金で追い込まれたらしい。で、キリュウさんと佐山を狙わせてたわけだ。これからどうすんだっけ。どうしたんだ、何かあったのか。キリュウ、ちょっとヤバいことになっちまった。え、さっきの天野ビルの一件、どうやら俺が容疑者になっちまったらしい。どういうことだ。どういうことだ、出た。警察の監視カメラに誠が撃った瞬間が殿下の報道が出ましたね。ああ、そっかそっか、あの偽物の和樹のことを撃ったもんな、伊達さん一回。まあその時は頬をかすめただけだったけど、これでもう7章終わりなんだ。そっか、もう7章の終わりのとこで止めてたんだな。あん時撃ったのがもうちょうど監視カメラに映ってて容疑者にされたと。はい、じゃあセーブして続きをやっちゃおう。8章、容疑者。なんか威嚇のために撃ってな。あれこんなんだっけ。ああ、そうかそうかそうか、佐山が撃って実際には殺したんだよな。これは何かの間違いです。あ、それを、そっか、伊達さんが撃ったみたいな角度で撃っちゃってたのか。伊達の銃のものと判明した。何度も申し上げる通り、彼は我々の極秘捜査に協力してもらっているもので。元刑事とはいえ、銃の携帯などを許せるはずはない。落ちてた銃かもしれないじゃん。おっしゃる通りですが、彼の協力がなければミレニアムタワーを爆破させた組織を特定するのは難しい状況でして。君らが追っていた組織とは何なんだね。人言派よ。人言派です。うん、人言派。河原さんに聞いたな。何を言ってるんだ。人言派はとっくに壊滅したはずだ。いえ、公安部が半年前から内定していたところ、その残党がまだカムロ町に潜んでいることが分かったんです。確かな情報なのか。ええ、我々がマークしていたスターダストというホストクラブのオーナーはその可能性が高かったのです。うん。なぜ公安部は正式な捜査を行わなかったのかね。和樹は用心深く頭が切れます。そこで倉橋課長から和樹と親しい伊達さんの捜査協力要請があったんです。それで河原さんと一緒にスターダスト行ったんだよな。このような結果になってしまった。いや、でもちゃんと映像解析したら撃ってないの分かるでしょ。これ逮捕、これが公になってみたまえ。ねえ、銃の撃った時の反動とかないんだから。ネタになるだろうが、すぐに伊達の身柄を拘束する手続きを取る。待ってください。現時点をもって本捜査の指揮権を捜査一課へと移行。人言派の事件においても同様だ。公安部も四課もこれ以上の手出しは無用だ。分かったね。はい。
わかりました。上には逆らえないんだな。以上だ。じゃあこっからは伊達さんを警察から逃がしながら行動しなきゃいけなくなっちゃうのかな、桐生さんたちも。倉橋課長。分かっています。伊達さんのことは私にも責任がある。いい方策を考えてみます。うん。倉橋課長って信用していい人だっけ。須藤はまあワンにも出てきたキャラだから信用してよかったと思うけど、ビデオに映っているのはほんの一部じゃない。なあ、本当はお前が殺したんだもんな。佐山だとしてもビデオに映っていただけでどうして容疑者になるのよ。今この町で起きた事件は全てビデオで検証することになってんだ。華やか。ビデオで検証といえば、あの男を射殺したのは私。銃を提出して証言するわ。よせ。元刑事とはいえ一般人である誠を使って極秘捜査をしていたことは事実なんだ。それに現場には誠が撃った銃弾が残ってる。うん、撃ったは撃ったしね。お前の銃弾はもみ消されちまった。当たらなかっただけでさ。うん、プロの意見だな。花屋が撮ったビデオが証拠になってるのか。花屋。おそらくそうだろう。こうなったらとことん人言派の動きを追ってやる。だがこのままカムロ町にいたら逮捕されるのは時間の問題だろう。一旦離れた方がいい。これからどうするつもりだ。どうすんだろう、桐生さん。大吾の居場所を探し当てて、そこから人言派を探ってみる。どうやって。こうなったらあいつを頼るしかない。頼れる人いたっけ。華やか。他に。ああ華やか。何か掴んだら連絡する。ああなるほどね。花屋を頼って大吾の居場所を突き止めんのか。佐山はそれでいいの。今までだったらさ、勝手な行動を取らないでよっていうとこじゃん。私が保護してるんだからって。伊達さんのためにも早く人言派の情報を掴まないとね。おお、結構協力的なんだな佐山。ああ、それには花屋の協力が必要だ。そう、花屋ってのが、まあ、龍が如くワンにも出てきたキャラで、もうカムロ町中の情報を把握してるような人だから、そうだな、花屋に聞けば大吾の居場所確かにわかるかもしんない。確か今はミレニアムタワーにいるって言ってたな。言ってたね、ええ、真島さんが。ええ、行きましょう。協力してくれるんだな佐山。一緒に行くのか。じゃあミレニアムタワーへ。ちょっと佐山もせっかくだから写真撮っとくか。ちょっと遠いな。キルさん、もうちょっと後ろに。そう、後ろに一歩。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。いい写真撮れてんな。あ、なんかちょっと半目になっちゃってんな桐生さん。いやもう写真あるある。撮ってもらった写真で半目になることはあってもさ、自撮りで半目になることってありえなくない。シャッター自分のタイミングなんだから。よし、じゃあどうしようかな。ミレニアムタワー早速行こうか。ん？ゆうやいんじゃん。あ、ゆうやサブストーリーだこれ。ゆうやがいる場所から吹き出し出てる。そっか、ショーが変わったからまた新しいサブストーリーも出てんだな。いや、ストーリーも進めたいけど、またこういう主要人物が関わるサブストーリーってなんか普通のサブストーリーとは別の価値があるよね。やっちゃおうかな。キリュウさん。お？ゆうやか。元気でやってるか。はい。ええ。カズキさんのいないこんな時だからこそ頑張らないと。お、前向きでいいね。あ、ちょうだ。あ、ちょうだ。そうだ、ちょっと飲んでいきませんか。たまには気晴らしも必要ですよ。え？じゃあちょっとだけな。ああ。そうだな、少し飲んでいくか。道島大吾さん、未だに捕まってるんですけどね。ありがとうございます。では中へ。
返事早かったな。ずいぶん張り切ってるみたいだな、ゆうや。はい。ええ、店のこと和樹さんから任されてますからね。やる気も出てくるってもんですよ。まっすぐなやつだな。そうか、それは頑張らないとな。そいつ誰だよ。なんか知らないやつ同席してるけど。俺も昔はバカなことばかりやってましたけど、和樹さんのおかげで今じゃ店長っす。ほんと和樹さんには頭が上がらないっすよ。いやいや、和樹さんのためだけじゃないっすよね。なんだお前。急に割って入ってきたな。若いやつ、ほんとは彼女のためなんじゃないっすか。バカルシン、余計なこと言うなっての。ミユさんでしたっけ、いい子っすよね。あんな子のためなら俺めっちゃ仕事頑張るな。シュンめっちゃ鬱陶しいな。そっか、なんかユウヤの彼女の話って龍が如く極みのサブストーリーになかったっけ。あったよね確か。ああ、まあ元気はもらってるよ。ヒューヒュー、超うぜえなシュン。この野郎、少しは店長に対する敬意ってやつよ。いいじゃねえか、照れることはね。まいったな、キリュウさんまで。うん、ん、おお、ムービーだ。おい、ユウヤはどこだ。え、あ、これなんか、ユウヤを出しながら、ユウヤが昔いたチームのブラックサンダー。ブラックサンダー、チョコか。お前ら何しに来やがった。昔いたチームのやつとかでしょ。何しにとはご挨拶だな、元ヘッド。元ヘッドなんだ。コウジ、お、知り合いか。ヘッドだったあんたなら何しに来たかわかるはずだぜ。岡野はどこだ。知らねえ。ん、嘘つくんじゃねえよ。あんたが示した次期ヘッドだ。知らねえはずがねえ。知らねえもんは知らねえんだよ。そうか、だったら500万きっちり払ってもらうぜ。そういうチームのルールがあんのか。なんで俺がそんな大金払うんだ。ずいぶん儲けてんだろ。レジの中にあるんじゃねえのか。俺の金じゃねえ、店の金だ。おい、なめたこと言ってんだよ。チームバックレたやつは500万。あんたが決めた掟じゃねえか。ゆうやが決めたのかよ。なんで俺が払うんだっつってたけど。くれたんだ。責任取れっつってんだよ。後でもう一度来る。それまでに金か岡野、どっちかを用意しておけよ。はあ。なんだろう、岡野ってやつがチーム抜けたくて、なんかそれを手伝ってやったのかな、ゆうやが。ゆうや、やつらは。ああ、キリュウさん、そういえば、出ていかなかったね。まあ、これは彼らの問題だから、なんか、出ていくのは野暮だって思ったのかな、キリュウさんも。キリュウさん、これは俺の問題です。俺がきちんとけじめつけますから。でもなんか力になってやりたいね。すいません、お騒がせしました。俺、ちょっとお客様に詫びを入れてくるんで、今日のところはこれで失礼させてもらいます。おお、サブストーリー、ブラックサンダー。これはまあ、でも首突っ込まずにはいられないでしょう、キリュウさんも。あ、キリュウさん、ん？お？お、ミユカ。あー、ユウヤの彼女か。龍が如く極みのサブストーリーで、そういうのあったはずだよな。久しぶりだな。去年ヤクザの人たちから助けてもらって以来ですね。うん。ありがとう。あの時はユウヤと私を救ってくれて本当にありがとうございました。いや、これは大事なサブストーリーだな。いいんだ、気にするな。いえいえ、私たちにとってキリュウさんは恩人です。あ、ところで中にユウヤいましたか。いや、取り込んでましたよ。ああ、中にいるんだが、少しトラブルがあってな。今は忙しいだろう。え、トラブル。ブラックサンダーのコウジってやつが店に来てユウヤに因縁つけて帰っていったところだ。そう、ゆうやのところにコウジが。ああ、コウジのことも知ってんの。この人は岡野という男を連れてこいと言っていた。ミユ、何か知ってんのか。ブラックサンダーはね、ゆうやと岡野が作ったの。なんかもうブラックサンダーって聞くたびにチョコレートの方がちょっと頭に浮かんでくんの。すごい。
すごい話入ってこなくなっちゃうな。工事が入ってきたのはその後、毎日みんなでバカみたいなことばっかやって本当楽しかったってユイヤはいつも言ってたな。その岡野ってやつはどこにいるんだ。それはユイヤがやっと店長になれたってのにこんな、ごめんこれキリュウさんのセリフか。ミユの感じで言っちゃった。ユイヤがやっと店長になれたってのにこんなことでケチをつけたくねえんだ。チャンピオン街にあるアテンシって店があるんだけど、アテンシ、そこでママやってる、アコって子なら、ママやってるってあのママ？アコって子なら岡野の居場所を知ってるかも。そうか、ありがとう。あのママだよね、アテンシのママって。行くか、アテンシ。ああ、ごめんな、さやま。ちょっとさやま、セレナ帰ってていいよちょっと用事できちゃったからさ、ごめんなさやま。さあ来たぜ、アテンシ。ママってこのママだよな。アコって名前なんだヒゲ生えてるけどね。アテンシのアコってママのことだよな。あら、どうしたの急に改まっちゃって。そうよ、あたしがアコ。さあご注文は？いや飲みに来たわけじゃないんだ。ミユから話を聞いて今日は来た。ミユちゃんから知り合いなんだ。何の話？ママがブラックサンダーにいた岡野ってやつの居場所を知ってるって話だ。ちょっと待て、もしかしてこいつが岡野だったりしねえか。この人がもう岡野だったりしない？だからなんかユウヤはこうかばうというかね、隠してるんじゃないの。知ってるんだな。いや、ねえ、元ヘッドがオカマやってるって聞いたらチームのやつだに示しがつかないみたいな。知らない、私は何も知らないわ。ブラックサンダーのコウジがユウヤの店に来た。オカノを出さないなら代わりに500万払えと脅されている。ブラックサンダーが、まあ、500万ぐらいキリュウさんが払ってやってもいいけどね、別にユウヤのところに頼む、岡野の居場所を教えてくれ。くそ、工事の野郎、どうして放っておいてくれないの。ほら、もう放っておいてくれないのって言い方がそうじゃない。やっぱり知ってるんだな、岡野はどこにいるんだ。目の前にいるわよ何、ママが暴走族のヘッドだったのか。岡野名前が岡野になっちゃってるそうよ、急にバック出た次期ヘッドは私。でもしょうがないじゃない、本当の自分に気づいちゃったんだから。そうだよな、チームのやつらに言えないよな、それは。もう私だってね、バック出たくてバック出たんじゃないわよ。でもこの道を選ぶために族を抜けるなんてどう工事に説明したらいいのよ。お前の生き方をとやかく言うつもりはない。そうか、じゃあママとユウヤは古い知り合いだったのか。だがな、昔の仲間を見捨てるつもりか。そうだな、今ユウヤが困ってんだから。分かってる、分かってるわよ。でもごめんな、サヤマサヤマの姿を見ると現実に引き戻されるねこれどうすりゃいいんだ。とりあえず外ん、おユウヤからかな。キリュウだ。うざい後輩のシュン。あ、キリュウさん、繋がってよかった。大変なんです。さっきの連中がまた店に。何？なんだと？スターダストにブラックサンダーが。今、ユウヤさんが食い止めてて。おいおい、どうすんだ、ママ。いや、岡野。クソ。黙ってるつもりか？スターダストへ向かえ。岡野、どうすんだ野人岡野。あら、いらっしゃい、ゆっくりしていってね。ちょっと変わり身今そういうのじゃないだろ。お前、せっかくだから飲んでくぞ。さ、行くか。行くか。あら、帰っちゃうの？また来てね。今そういうんじゃねえだろ岡野。岡野、こら。さあ、スターダストは無事かな。え？いや、店の中
何やってんだこいつら。いやもうちょっと笑わせに来てるな。ちくしょう、もう我慢できねえ。おっ一人で何ができる。元ヘッドだからって容赦しねえぞ。上等だ、かかってきやがれ。おい、ゆうや。お、やべえやつ来ちゃった。一番やべえやつ。この店は清掃がなっちゃいねえな。掃除するなら手伝うぜゴミ掃除キリュウさん、ワンの時みたいなセリフ言うな。ふざけやがって。いいね、まとめてやっちまえ。ワンの時のキリュウさんって結構こういうの多かったからな今日はうちに来たんだよ、ひねくれたカーブをな、みたいなやつ。よし、じゃあ周りのやつから倒そうか。あ、とりあえずぶん回しとけば周りのやつ片付けられるでしょう。あれ、あ、俺もしかしてあの、もう、あの頭っぽいやつ倒しちゃった。ちょっとキリュウさん強くしすぎたな。やばい、キルさん強くしすぎて簡単に敵が死んじゃう。ちょ、あー、ちょ、連携技みたいなのやりたかったのに。ゆうやゆうや、この野郎あっという間に倒しちゃった強くしすぎたな、キルさん。ゆうや、岡野、危ねえ、来るんじゃねえ。ゆうや、これを着て。こいつはゆうやが私にくれたブラックサンダー初代ヘッドの特攻服だよ。アテン氏のママのボイス貴重だな。かっこいいじゃん。あ、まだ続くのか。あれで終わりじゃねえんだ。あ、よかった、やけに弱えなって思ったんだよね。こっからが本番か。かっこいいじゃん、特攻服着たユウヤ。貴重だね、これ。行くぜ、ユウヤ。俺に合わせろ。まあ、汎用の連携ヒートアクションだな。伊達さんともあれやったよな。うん、それ。あ、棒立ちしてたらまたユウヤが倒してくれました。ブラックサンダーもこれで終わりだ。ユーヤ、お、岡野、おめえはやっぱり最高だよ。俺が見込んだ最高の2代目ヘッドだ。もうやだ、最高の女でしょ。ふふ。キルさん、キルさん、ありがとうございました。ご迷惑かけて本当にすみません。いいさ、勝手に世話を焼いただけだ。ユーヤ、はい、いい仲間を持ったな。大事にしろよ。はいはい、じゃあな、また来るぜ。ん？ん？どうした？岡野、お前、まさか私、マジボレしちゃったわー。みゆちゃん何喜んでんの林立てるんじゃないよ。ああ、なんかいいもん見れたな。ブラックサンダーヘッド。行きましょう。さて、ああ、ごめんなさい、山。いつもいつも行きましょうって。じゃあまあ今回は、そうだな、ブラックサンダーのサブストーリーやって、ちょうどいいかな。ここまでかな。結局そこまでサブストーリー、あ、サブストーリーじゃない。ストーリー本編今回も進まなかったけど、また次回から一気に進めちゃおうかな。ミレニアムタワー行って、うん、いや楽しいな、いろんなことが起きてしみじみとですけど、面白いゲームですね。はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。